おお、いいんじゃん。ちょいフェードしてる。ちょっと、おお、いいんじゃん。ちょいフェードしてる。ちょっと大きいかな。これね。グリーンやっぱ硬い。傾斜。紙ビドローだ。おお、危ない、え、入った。危なくない？お、いいんじゃんこれ。うわー、惜しい。来いよって渡部篤郎みたいな今。はい。結構強めに打った。おー、いや、上りかさが下がるかなと思って。いや、そこまで影響はないな。さあ、これはですね、しっかりとしっかりと打ってください。もうど真ん中に行かないと。おぶねー。いや、もう一回左に切れてもおかしくなかったよ。あらららららら、誰もいない。あー、最初の音がしてる。このダッシュシャフトの動きは違う。違う、なんか、そう思った。さっきもだったけど、ファー、はい、いいですよ。お、出た出た、下手なとこだわ。オッケー、はい、オッケー。硬いな、やっぱ。あー、ちょっと出ちゃうね。まっすぐでいいと思う。前が跳ねたよ。あと結構左に打ち出してて、ロングでね、ボギーは痛いね。あー、隣
ちたかも。ああ。隣コースまで落ちたかも。フェアウェイじゃない、じゃない、隣の。はい。はい、バーディーパット。お、タッチはいいよ。あ、行きますか。はい、オッケー。おお、いいんじゃん。ちょいフェードしてる。ちょっとキャップ、トゥーフォーキャップ、発売できますということで、もう一色のみとかっていうのではなくて、カラーを豊富に作って毎回やってますのでね。全部で一応合計、カタカナと漢字の全身音だとアルファベットのやつ全部で28個です、うんうん、はい。キャップの発売日は12月19日の、夜10時。そうです、10時です。10時頃ということでね、出品していきます。まあ、まあ、オペレーターを増やしてオペレーター2人しかいない、はい、ということでした。はい、じゃあお願いします。どうも、ありがとうございました。